お、これが三層絵の三層絵、あ、え、これ陥没しちゃうんです。おい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 、こんなとこから降りるんかい。照らしますわ。完璧川口探検隊やないか。 OK、 俺行こうか。あ、じゃあ深田さん行きますか。あ、そうですか、うん、行きますわ。ちょっといいですか、手を下ろしよう。よっ、おお、これが酸素目ですか。はい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 。うわ、またさらに、お、やばいやばい、結構はまった。こっちの方が安全。そうですね、これは結構すごいです。で、やっぱ狭くて天井も低いです。ゆっくり下どっちに。これが下行きすぎると水たまりあるので気をつけてください。これが3層目です。おーい、誰かいますか。誰かいらっしゃいますか。どなたかいらっしゃいますか。うわ、広い。あんまり行くとちょっとはぐれる。で、こいつをどっか向こう側に1個置いていきますよ。クエルサですよ。ここからまっすぐ行ったら、うん、あ、途中までは行ったんですか。その前迷子ちょっと聞きたくないキーワードですで、ここから見れば出口が見える。あ、そっち明かり、あ、はい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 、明かりね、見えますね、うん、はい、相当薄暗いけど、ここに来れば、うん、エリアを開拓します、うん、直線で置いてきます。好きなように置いていいよ。お祭りの、手にやるやつですね。格好するやつ。あ、配りますか。はいはいはい。あ、ポケットに入ります。合図として。で、置いた場所から、見渡せば光の目印が見えるようなとこに置いてください。ヒントになるんで。そうです。目印のためのよくあるじゃないですか、うんうん、石とか葉っぱでマーク作る。これ何、折ったら、これ折ったら光るんですか。じゃあどうしよう、あ、2人一組で分かれていってもいいし、うん、そうします。せっかく無線もあるし、じゃあまあ2人一組で、じゃあ僕と行きますか、うん、じゃあ行きましょう。どちらいいですか。2人に分かれてとします。こっち行きます。じゃあうちらこっち行きます、うん、なんかあったら、あ、無線で、あ、はいはいはい、で無線アンテナ立てれた方が、うん、飛びはいい。あ、はい、じゃあ行きますか。定期的に無線入れれば、はい、ジャンプから行きます。こっちの方が水すごいかな、ひょっとして。あ、でも同じありますよ。はぁ、いや、これ結構酸素目って全然違いますね。うん、何あれ、え、何の模様ですかね。あー、ドリル。あ、このさ、横もですね、ここの何の機械なんですかね、これあ、ドリルか。あ、行き止まりです。一応これね、これに逆らっていきますね。これに逆らって。
矢印で。何ですか？なんて言ったんだ。あ、了解しました。分かったんかい。すごいなこの人ら。はいはいはい。なんかえらいっぱいすごいシャバシャバ言ってます。ね、お、うわ、靴。こっから水がかなり流れてますわ。一段上がってますね。行きます？ここ。はい、よっこらせ。ああ、なんか結構これこの瓦礫は崩落跡やね。この瓦礫。わあ、結構崩れてますわこの先。天井がかなり。剥がれて、これはちょっとやばいですね。ここはね、うわちょっと待って、やばい、これはやばい。おやばい。すごい、あ、深い。やばい。これはやばいですわ。バック。これはいかん。だいぶめり込みますわ。ちょっと待って、帰れなくなった。ちょっと待って、ね、おお、これはそこへ行くまでに、よっ、オッケーです。おお、やばい、だいぶめり込みましたわ。これやばい。何度か脱出しました。ちゅうか2層目になるその境目が全然分かんなかったんですけど、あれですか、もう徐々にこうスロープみたいな感じで2層目に入るんですかね。ここみたいにこのね穴っていう穴から行くんじゃなくて、このさっきの反対側でした、これ。ああ、脚立ありましたもんね。こっちは結構水没きついね、やっぱり。で、矢印の方向へ行きましょうか。あ、こっちは？なんかこう、ポリカンとかね、その辺はちょろちょろ転がってるんだけど、この、なんていうかな、戦闘機に使ってるような部材がないですわ。ねえ。ちょっとやばくないですか、これ。これがここです。今、え？やばかった、え？また違うか。あ、そうですか。やばかったとかですか。お、ちょっと待って、なんか奥にありますよ、あれ。はまるけど、あそこに、なんか、ありますわ、あれ、なんか立ってますけど。端っこ歩いた方がいいですか。いやだ、
いやだはまる、うおこれは、あ、痛い痛い、お、なんだあれ、なんだ、なんだ、ただの木か、ただの木か、これ、お、ポリカンポリカン、うわ、ちょっとこれなんか、うわ、映っとるかな、これなんなんですかレール、あ、滑車のこのなんかこれね、レールっすよね、ここ、これここにね、レールがあります。レールが埋まってますね。ね、埋まった感じですね。これ4本終わったんじゃない。はい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 。トヨタのバッテリーです。バッテリーかな、あれ多分。トヨタ製のこれバッテリーじゃないですか。違うか。バッテリーですね。バッテリーです。でっか。わーって。なんかこれ豆球、電球がいっぱい散らばってますね。何ですか。日本電池。出ました。昭和？昭和46年。昭和46年。新しいですね。昭和46年ですか。ね、なんかタイヤの跡がいっぱいありますね。こっちにこのレールがあるんですよ。あ、うおー、ちょっと待って。これはすごい。これ何？わあ、これはすごい。これ何なんか？あ、ドリルだ。これ。うわあ、すげえ。これで開けとったんだ。あ、これのバッテリーかな？さっきの。ね。さっきのバッテリー。これで、これで油入れてたかな。なんか入ってるし、水かな。水ですね、もうね。これ行き止まりっすわ。うわ、これは やばいっすよ。ここやばいっすよ。これ全体的にやばいっすよ、ここ。この後、しげさんがここを通ろうとする。これはやばいっすよ。特にあっち、右。こちらは完全水没、うん、完全水没します。行かない、こいつ、そっち行きます、大丈夫ですか、ちょっと深そうですけどね、やばいでしょ、こんなもんね、あ、行きますか。この人おとなしそうに見えて私より冒険家だ。かまど馬がいない。一段下がってます？一段上がりましたからね。この一段上がったとこから、一段上がってますよね、ここで。そうですね。ちゅうか、道、わかりますか？矢印あります、ここに。うん、ここにあります、矢印。あ、これありますね、この矢印。ここが何、まあ大通りじゃないけど、
メイン道路かな、これ。あれ、あそこ見てください、あそこ。あれ、なんか謎の穴が壁に。何なんすかね。あれ、え？なんか隠された通路的な感じしません？うわ。お。いや、まだ道がありますよ。道、うん。あのメイン道路行きます、ね、さっきの。それかもうまたこれこっち行くか。あ、さっきのあの。穴の穴やけど、これ水没しますね、だいぶ水没してます。なんか矢印あるけどね、誰か行ってますね、あれね、あそこね、矢印ある、はい、底なし、底なしです。しかもなんか動物の足跡がある。動物の足跡。何これ。何の足跡やろ。これわかります。ここ。ね。動物も行けんかったっていう。なんかね、タヌキか猫か。やべえわこれ。やっ。ちょ、いいっすか。はい。これちょっと危険ですね、ここ。すごいやばいですね。そこ、うん。戻りましょうか。はい。あ、来た来た来た。いや、ちゃめちゃ大変だもん。ね、すごい すごいでしょ。もうやばいですよ、本当。あの水没状態でね、ちょっと奥に行くとあのリフトね、リフトとショベルカ、ちっちゃいショベルカ、あ、ありました。いや、うち見てなかったの。あ、ありました。やっぱりこっちだったんだ。うん、なんかレールみたいなのがあって、その先に、うん、あれあれ、もう すぐそこ。おー、線路が。おー。あ、すんげー水きれい。ねえ。これ泳がなきゃ。動物って名付ける。あ、ね、ここだけね。ここだけ。ここだけ青かった。陸の。魚いたら元の種類。ねえ。このドリルのこの模様をつけたこれ、あの機械っていうのが、これ感動しません？ね、この模様なんか各地にあったでしょ。もろにここでやりましたよ。ねえ、もろにこれでやりますよみたいな。あれで模様がつくんですね。うん、あれがくるくる回るんでしょうね。ここのヘッドの部分がこう、これ突き刺して、ね、ここに動力伝えて、うん、ぐるぐる、このぐるぐる回ったんがこの模様をつけたみたいな。うん、すごいすごい。おわ、すっごいでっかいレンチ。あんた林田 P か。水中ポンプですね。あれ水たまるもんで、うん、水上げる。
ねえ、ポリタンク入ってるんですよ、中身に。水ですけど。酒酒かな。違う、まあでもね、違う動力源になっちゃいます。一杯飲みながら やってたでしょうね、当時は。仕事をね、見せ受けて、うん、上司になる。そうそう。上司、結構昔酒はね、OK ですからね。寒い。そんなに。体温めて。ああ、取れます。フォークリフトトラックだと思います。本社名古屋ですか。名古屋です。ね。名古屋の方。電話ですね。電話ですね。ええ。こんなところにショベルカー忘れてますよ。大雑把には一応回れましたね。あと理想の念仏の下行きますか。念仏、念仏のところ一層低くなってるのか。そこが多分理想目の、じゃあ二層目の念仏行きます。行きましょうか、うん。ということで、今からね、念仏の地下に向かいます。なんとヒロさんによると、その念仏の下がね、地下1階ということらしいですね。まあその念仏の下の空間なんですけど、謎の宗教団体がね、綺麗に整備してありまして、なんともね、異空間が広がっておりますので、気になる方はね、次回もよろしくということで、今回はね、以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。